クリスタリズムのハートバトンリレーでございます。今日は女子2人、華やかで嬉しいです ね、はい、今週は先週のアートマジシャン、びっくりしましたね。トランプ、びっくりした、ね、もうまんまとびっくりしたかかりましたね。寺門サントさんからご紹介で、チーキーズ、チーキー、チーキーですね、はい、川口舞香さんと南出めぐみさんいらっしゃっていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。チーキーズって地域？ S つかないみたいな。そうなんです。 S はつかないで地域で、地域、はい、どういう意味？これは生意気とかいう意味で、地域、はい、かわいいね。そうなんです。あとチアの要素が入ってるので振りに、あとダンスを踊ったりもするんですけど、うん、チアリーダーみたいな。そうです、ね、うです。チアの要素も入ってるので足バッとか広げちゃう。あ、飛んだりはしないんですけど、あのこういうモーションっていう動きがあるんですけど、ボンボン持って、ボンボンも持たないんですけど、でも普通そういうイメージですよね、一般人。そうなんですよ、結構あの説明がいっぱいいるんですよね。そうそうそう、4人組であそこにほらポスターが、はいはい、ね、そうなんです、貼らせていただいて、今日はそのうちの2人で、ね、はいはい、半分来たってことですね、はい、半分来ました、2分の1来ました今日は。で、そうなんです、どういう4人組なの？みんな4人とも舞台女優をやっているんですけれども、うんうん、それぞれにね、はい、うんうん、舞台女優をやりつつ、うん、4人で集まった時はユニットとして、うんうんうん、あのこの今今日も音楽をやってるのね。はい、お仕事は女優さんだけ、舞台女優さんだけど、はい、集まった時にこのグループとしてはミュージシャン、パフォーマンス、うん、そうですね、という形で、はい、だから音楽もやるし、はい、ちょっと演劇もやったりとか、はい、演劇もやったり、踊ったり、歌ったりみたいな。そうですね、叩きながら、はい、おー、はい、じゃあ全体的な脚本とかは誰が書いてるの？脚本舞台の時はそれぞれ個々の活動なの で、ね、その時の、まあ、脚本演出家さんがいらっしゃりとか、はい、この6月9日のこの言ってあるやつの時は、この6月9日の地域グリーティングという、うん、この地域、私たちが4人で初めて単独でやるイベントなんですけど、うんうん、こちらも4人で構成とかを全部考えて、皆さんに喜んでもらえるイベントにしようと今日々奮闘中という感じなんですよ。、はい、じゃあ行ったらもういろんなものが見れるってことだ。そうですね、はい、決めてないんだね。いや、いろいろもう決まってはいます。違う違う違う、肩書きというか、そうですね、はい、基本的にはこのボルカホンという段ボールで作られたカホンというものを使って、うん、踊って演奏してっていうパフォーマンスを地域としてはやってます。それにプラスして、あのワークショップもやっていて、子どもちゃんたちに、はい、あの子どもちゃんたち用のサイズのボルカ本もあるので、うん、それ欲しい。それは手作りで作れるので、組み立てて絵を描いて叩いてみたいな。オリジナルができるってことですか？はい、そうです。大人場行ったら作れるの？あ、作りたい人がいた。作れます、はい、作れます作れます作れます。ぜひ来てください。ホンが好きなのよ。あ、そうなんです、ね、だけど普通の高いじゃない、うん、はい、そうなんですよ。普通の木ですよね。そう、そうです、ね、重いしさ、うん、ちょっとね、うん、じゃあぜひそれを実物を見せてもらったらいいんじゃないですか？見せて、お持ちだから、うん、はい、下に隠してないで。そうなんですよ。こちらですね。段ボールでできているので、うん、軽いというか普通にこう持てますし、ね、でこれは普通のサイズで、ちっちゃいのもっとちっちゃいってこと？もっとちっちゃいです。子供タイプはこれは大人サイズ、ね、サイズ、私たちが使ってるサイズっていうか、はい、レッツゴーレッツゴー、目で合図が来ましたね。そうなんです。こんな感じの、今日って何かお披露目してくれるの？なんか叩いてと言われ、音源は今日はちょっと持ってないので、ね、はい、でも叩くだけだったら、じゃあ踊り出す？あ、はい、踊ります。そうしましたね、すごい。さあどうぞ。マイマイやってくれるの？やろうか、うん、今マイマイが、音がこれ聞こえますかね、うん、聞こえるよ。あ、ちゃんと出る。そうなんですよ。で、これも座るだけじゃなくて、うんうん、立つこともできたりとか、うん、1トンまで耐えられる素材ではあるので、強度がすごいんです。段ボールなんですけど。段ボールなのに、はい、へー、すごいんです段ボールって。そうなんです。そうなんです。私もいろいろ知らなかったんですけど、このボルカホンきっかけに
いろいろなんか元気なお姉さんたちがいろんなこと やってくれて、とりあえず行けばなんか元気になりそうだね。あ、そうですね。それでいい、はい、合ってる、合ってます、合ってます、本当にそうなんです。もう元気明るいのが私たち結構取り柄なので、はい、あちこちじゃああちこちでこれから開催していくの。そうですね、いろんなところに、うん、もっともっと本当は遠くの方まで行きたいので、うん、いろんなところで呼んでいただいて、うん、はい、これから活動していきたいなと思っています、はい、まあ、そんなタイミングで今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。サンタ君からのパ、ね、バトンがこんなところで届くなんて、ね、はい、まさかの、ね、サンタ君とも組んでやってるの。いや初めてで、そうなんだ、はい、今回縁あってこういう風に面白いよ、この、 あのマジックも、見てみたい、だってストーリー仕立てだからあの組んでいろいろできそうだよね。そうなんですね、そうですね、またちょっと考えてみて、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日の来週、あ、来週のね、あの方にあのバトンを渡していただきたいので、どなたに渡していただけますか。はい、来週は秋戸まさみさんという方で、あの東京スライムという音楽クリエイターチームのトラックメーカーとして活動されている方をにバトンを渡したいと思うので、まあ、どんなお話が聞けるのか私も初めてなのでわからないんですけど、まあ、トラックメーカーってすごいかっこいいなと思って。でもなんだかがわからないね。そうなんですよ、そこから聞こう、はい、楽しみです ね、マルヒな感じでなんだろうってとこだよね、うん、あのそういう意味でもさ、いろんなものを落としていってくれてどうもありがとう。いやいや、こちらこそありがとうございますこの6月9日も頑張ってください、ね、ありがとうございます、ありがとうございました。はい、地域の川口舞香さんと南出めぐみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ始まりました、新井源太くんにジャズを習おう。おはようございます。どうも新井源太です。本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。源太くんのファンの方々、朝からずっと待たせてしまって、はい、ごめんなさい。あ、ファンのもうだいぶ日焼けをしてしまいましたね。すいませんね、真っ赤かになってじゃん。あらら、日焼け止め塗ってくださいね手振ってくださってます、ありがとうございます。さあ本日もですね、キリンさんのお父様でありジャズトランペッターの本木秀夫さんのレコードコレクションの中から、はい、毎朝キリンさんの気分で選んでいただいたレコードを私新井伝太が解説いたします。本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日なかなかな宝な感じでしょ。今日はですね、もうダンって見ちゃいます。そしてもうすでにかけちゃいましょうか、ええ、ね、かけながらもう、もうこの形的にスペシャルな感じよね今回のレコードは。あら、もう始まりましたよ。振る振るって今お聴きいただいている曲は、一番有名なデューク・エリントンっていうミュージシャンのね、まあ、楽団のキャラバンという曲でございます。ね、こういう感じの曲を聴いた時にさ、何が浮かぶ？何が浮かぶ？ちょっと言ってみて。何が浮かぶ？うん、こういう感じのなんてメロディーを聴くと、どんな絵が浮かぶ？ダンサーですね。ダンサー。あの、こういう妖艶。何が浮かぶ？マイクの前で言ってください。パーソナリティの太田さん。アラビアンナイトの世界。アラビアンナイトね。アラビアンナイト。確かに確かに。私はね、はい、あのだからこの時代ってね、はい、映画がいっぱいあったのよ、海外の。あ、なるほど、はい、映画のシーンが出てくるのよ。はい、どんな映画、あ、まあ、じゃあバーッと出てくるってことですね。もうだから古い映画のシーンがいっぱいバーッと出てくるの。あ、どのシーンというよりも映画なのだから、イコールが。なるほどね。でも、あ、そうかもしれないですね。でも一緒になっちゃってるのかもしれないですね、僕なんか。確かにこれミッチーヤさんが言ったようにアラビアンナイト的なこの感じの雰囲気もありますし、アラビアンナイトか、はい。まあ、あのこの曲はあのキャラバンという曲でですね、デューク・エリントン楽団が、発表した曲なんですが、本日のこのアルバムですが、ドドドンとすごいですよ、 The Fabulous Big Band というふうに、なっておりまして、これ何かと申しますと、これ中身に、レコードが6枚入ってまして、たくさん入ってるんですよ。そうなのよ。で、ここにはたくさんずらずらずらっといろいろないろいろなミュージシャンのアーティストの曲がてんこ盛りで入っております、うん、いわゆるオムニバスと、うん、
オムニバスって前ここであるのを一回ご説明したんですが、うん、まあ、あの乗り合いバスって意味なんですね、うん、つまりいろんなあのアーティストの曲がたくさん乗り合って一つのアルバムの中に入っているという企画のアルバムですね、うん、まあ、企画アルバムでこれ全部これがまた何年って言ったっけ1977年でですね、これあのもうマニアックの話なんですけども、出版会社レーベルは CBS ですね、いわゆる今で言うと CBS ソニーになりますけども、ソニーか、まあ、はい、CBS ソニーなんですけど、この時合併はもうして1977年はもう合併してるので、うん、ソニーと CBS が、うん、1968年にソニーと CBS というのは合併してるんですね、うん、どうでもいいですけどね、確かにあのマニアックの話なんですけども、他なんと聞いちゃったごめんなさいじゃあ一回、じゃああの今デューケイントのキャーバン聞いていただいたんですが、うん、ちょっと次にももうどん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 聞いていきたいと思います、うん、6枚あるからね、はい、もうパンパンパンとでご説明しながらもう有名な人の曲ばかり聴いていきましょう、うん、これ 2枚、2曲目です、はい、2曲目できるかな、太田さん太田さん名字やめてくださいだって太田さんマイクの前で喋らないんだもん、マイクがね今ちょっとセッティングされてなくてできたできたできましたね、次の、曲はですね、これどこ、多分これでいいんじゃないですかね今1曲目の終わりな感じ、はい、1曲目終わりですね、今溝溝溝溝いいですね、うん、いいね、こちらはもう一人有名なジャズミュージシャンでベニー・グッドマン、うん、そのベニー・グッドマン楽団の演奏でハニーサックルローズという、そういうまたあのスタンダードの曲で聴いておいてあります、先ほどから言ってますこの CBS というですね、まあ、この CBS こちらコロンビアレコードです、コロンビアレコードのご説明、あ、何、はい、あちこちのレコード会社が入ってるってことっていうふうなことかと思ったんですが、うん、実はこれですね、調べましたところコロンビアレーベルに所属していたミュージシャンの音源が一緒に詰まってるということです、うん、朝からこの短時間でそれ調べたの、はいさすがデンタ、あ、はい、ありがとうございますちなみにここでじゃあ CBS、ね、先ほどが言ってるコロンビアのご説明しますが、うん、コロンビアレコードっていうのがもともとアメリカにありまして、うんうんうん、そのコロンビアレコードが CBS という、テレビ会社にですね、うん、買収されて CBS レコードという形になったんですねそっちを調べていく、はい、そうなんですよ深くコロンビアブロードキャスティングシステムで、あ、頭文字だけ取って CBS なんですね、うん、ちなみに豆知識なんですけども CBS っていうのは昔からあるアメリカの、まあ、有名なキー局なんですけども、うん、それを日本での放送権はどこが持ってるかというと、うん、TBS なんです、六ちゃんですね、で TBS の名前自体はその CBS から借りてるんですよ、したんだ、はい、東京ブロードキャスティングシステムなので TBS という豆知識ですね、はい、面白いですよね、音楽の話はこっち置いといて、はい、でちなみにこのコロンビアレコードからどん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 ジャズのアルバムが出てる当時もあったんです、もちろんロックもクラシックも全て出てるんですけども、まあ、1968年にソニーと合併して CBS ソニーという名前になったんですね、それまでコロンビアは日本コロンビアっていうところが権利持ってたんですけど、まあ1968年にそれが解消されて日本コロンビアは日本コロンビアで、 CBS のコロンビアはコロンビアのソニーと一緒になったので CBS ソニーになってるんですね、でこの時これ1977年なんですけども日本コロンビアではなく CBS ソニーなんですが、 CBS ソニーからだんだんとその CBS ソニーという名前を変える直前のものなので、あ、それで CBS だけなんですよ、インク、はい、 CBS だけなので、まあとてもマニアにするは美味しいなと、 CBS ソニーになってないっていうですね、オリジナル、当時のオリジナル、美味しいと思うのデンタだけだと思う、そうですねそうですか、ありがとうございます、このぐらいこんなこと言ったんだね、さあ今日時間ないのでですね、はい、曲をどん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 言ってきましょう、さっさと、もう30秒ぐらいでどん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 言っちゃいましょう、はい、はいはい、次なんですが、この今ベニー・グッドマン楽団で活躍した一人の白人ドラマがいます、うん、ジーン・クルーパというドラムのですね、もう第一人者、もう役者のような方でございますね、いわゆる知ってたの、デンタ、はい、もうジーン・クルーパといえばもう大人気の、うん、ですね、すみません一回止めていただいて、できれば1曲目にしてあげてくれ、諸事情あり、
4曲目でございます、はい、4曲目このジーン・クルーパーさんっていうのがいわゆるそのシングシングシングとかドンドンドンツドン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 っていういいよね。いわゆる役者さんもする昔のミュージシャンはもうタレントさんですから、そうね、見た目もかっこよくおしゃれで、合ってる？違うね。またお尻から。お尻からですね。エンディングから。ドラムブギーって曲を今から聴いていただくんですが、うん、日本ですとジョージ川口さんのお箱となった曲でございますね。メインなんですが、やっぱ歌物にしたんですよね。かっこいいね。まあ、いわゆるこれブギウギのスタイルのものです ね、はい、日本では本当に先ほどジョージ川口さんとか中村八大さんとかのあのビッグフォーがですね、あのレパートリーに加えてた曲でございます。とても素晴らしいですね。いいですね、ジャズって感じので、このアルバムはもう CBS の そのアーティストが、たくさん入っております。本日は紹介しきれませんが、こちらでもね、このコーナーでも紹介させていただいたカウント・ベイシー、レス・ブラウン、あとハル・ケンプ、あとはですねキャブ・キャロウェイなんかも入ってますね。アーティ・ショー、いっぱい入ってますね。ウッディ・ハーマン、サミー・ケイ、わークロード・ソン・ヒルとはもうね、ハリー・ジェームスも入ってますね。とにかくこういう、ただいま、デンタ君、はい、続行中ありがとうございます。このようなですね、まあ、ジャズを聴いてみたいなって方、うんうん、あ、そうだね、一つのアーティストで絞っちゃうと結構、ちょっと聴くの辛いなってあるんですけど、こういうオムニバスってもういわゆるベスト版ですから、楽しい曲しか入ってないんですよ。だから最初にもしジャズ聴きたいなと思ったら、こういうようなオムニバスアルバムをですね購入するのがベストでございますね。なんかこれとね、もう一個箱に入って、はい、中にはね3枚の CD が入ってるのよ。3枚の CD、 それでもう一つは女の人の顔のアルバムが、はい、なぜか分かんないけど紐でくくられていたのよ。女の人の、うん、何でしょう、それ次回持ってくるけど。あ、じゃあ次回お願いいたします。なぜその3セットになってたのかが分かんなくて、はい、紐をとりあえず切ってみたわけよ、はい、でなんか分かんないけど、ってこっちを持ってきたの、はあ、でもこれ何が今日すごいかっていうと、デューク・エリントンと今日ベニー・グッドマンのお話をしたんですが、デューク・エリントン1899年4月29日生まれで、1974年5月24日が命日なんですね。昨日なんですよ。すごいですよね。ゾワゾワ。ちなみに1899年って、あの西暦で書くとわからないですけど、明治32年ですね。かなりの おじいちゃんですね。で、先ほどのベニー・グッドマンなんですが、こちら1909年明治42年生まれで、これは5月の30日生まれなんですよ。つまり5月にちなんだ、あのミュージシャンが今日なぜかキリンさん持ってこられてるんですよ。さあ、そう、今腕の見せ所です。引きがいいんですね、やっぱりジャズ娘ということでございまして。ジャズ娘、はい、いいね、それジャズ娘でございますね。はい、なので、まあ、こういうのはね、あの引き合わせがあったのかなと。そして私も5月が誕生日でございますので、あら、そこにまとめる、はい、ありがとうございますジャズ娘にジャズ息子ということでございましてはい、ね、お後がよろしいかと思いますので、あとじゃあ最後1曲だけ、ちょっとだけデューク・エリントンのとても素敵なバラードを聴いてください。ソリティュード、いいですね。今溝中、溝中このスローな曲に合わせてライブの告知をどうぞ。はい、ありがとうございます。私、歌うブギウギピアニスト新井伝太のライブがございます。実は本日5月25日金曜日、恵比寿の天窓スイッチという、ライブハウスにて
維持地図リビングドアボリューム325、こちら、開演が、あ、会場が18時、そして開演が18時30分でございます。そうですね、会場でお待ちしております。お待ちしております。こちらのスピードのプロデューサーの伊地知さんが企画しているイベントにアイドルの方がたくさん出るイベントなんですよ、女の子の。なぜか私45歳のおじさんが、バンドが、まあ、なんか気に入っていただいてるんで出演させていただいて、もう4回目ぐらいの出演になっております。本日もぜひぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、他にライブの告知はないのかい？6月2日なんですが、はい、6月に入ってしまうんですが、6月2日にあのチェッカーズの竹内徹さん、うん、ギターの徹さんのイベントに、うん、これは今度ライブではなくてですね、トークショーなんですよ、うん、になぜかおしゃべりで呼ばれたという いいじゃない、ありがたいですね。もうこの番組のおかげでございまして、しゃべりが少し、どんどんいろんなところで活躍していただきたいです。はい、はい、こういうので告知するとそんな感じになるわね。落ち着きますよね。いやー、言ったわけにいかないもんね。はい、そうですね。おごそかに恵比寿でお待ちしております。ちょっと日焼けちゃったけどね。はい、日焼け止めは後で塗っていただきたいと思っております。はい、新井電卓にジャズを習おうのコーナーでした。ありがとうございました。今日もありがとうございました。ワンワン物語って若干声が裏返っちゃうぐらい、もうこのスタジオのオフトークってさ、いつかどっかで聞かせてやりたいね、みんなにね。本当にさ、聞かせられるものとられないものだろうけど、今のちょっと面白かったね。ね、いつもは見ないキリンちゃんの姿がね、見られたりねしますんでね、いつかお披露目したいと。ね、いつも見てる、ね、あ、そうそう、私はもうこのまんまだから、もう全然本当に。さ、じゃあ今日もね、2018年ワーマ物語は研修のお勉強会ということで、知恵と二人で勉強したいと思います。いいですよ、はい、じゃあブルブルブルってやる、バラ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 5本から選びたいと思います。やったー、遅い、やっなんでやらせてあげるって。遅かったからあら、この間、あ、こっちの子にしようか。じゃ あ話したっけ、シャーペイ、シャーペイって、2個なんかいいや、知恵もう一回やってもらう、うん、いいよ、はい、なんか見た気がする。そうだよね、どれ、あー、はい、じゃあ今日のワンちゃんはこちらにしますかね。こっちにする、こっちにする。今ね、ページの中に4頭おりますので、この子の話があるからこの子がいい。あー、 OK。 今日はじゃあアメリカンピットブルテリア、はい、ちょっと怖い感じなんだよね。そうですね、まあ、お顔とか体つきとか見るとね、今ちょっと皆さんに、スタジオの皆さんにはお写真を見せてますけど、これ短毛種ですよね。いわゆるつるーんとした体つきで、筋骨隆々ってこのことを言うんだよ ね。力強くたくましい闘犬、闘犬だもん、そうですね、いかついよね、いかついね。で、中型犬ですね、サイズはね。原産国はアメリカ合衆国、イングランド、アイルランド等といくつかあるようです。毛色、あらゆる毛色と毛色の組み合わせだってさ、なんかあれじゃないの、うん、この子、あの、なんていう方かな、危険なこのグループに入ってる。そうだね、闘犬だからね、ね、うん、あの、危険な子とか、その要するにもともと持ってる血筋があるから、うん、むやみに繁殖しちゃいけない子っていうのはやっぱりいるんですよ。それに入ってたよね、入ってます、入ってます。前にね、はい、ミッチーナがね、なんかそんな話をしてたのよラジオでね、はいはい、あの、こうやって紹介するんじゃなくて、うん、そんな話をしてた後に、うん、私、あの、ほら、あの、双葉ちゃんがいたでしょ、うん、爬虫類の専門のお店に行ってたのよ、うんうん、で、いつも行ってるとこがちょっとお休みだったから、あの、ご飯が買えなかったから、またちょっと近くのところ、ちょっと離れたところに行ったのよ、うん、そしたらこの犬種の子がさ、うん、あの、見せ場、何、看板犬としていたのよ、うんうん、リードもせずに、うん、うん、怖いと思って、大きいし、いかついしさ、うん、だけどすごくいい子で、もちろん、うん、ノーリードで大丈夫な子なわけよ。でも、闘犬とか思いながら、うん、怖かったの。まあ、だから、まあ、結論としてはね、個体差があるんですよ、うん、やっぱり人と一緒で、大きかったのよ、大きいね。だけど、まあ、さっき言ったように、もともと
刀剣、ね、あの争うことを目的に作られてる剣種なので筋はあるわけよ、そのね一本筋は。そうだよね。そうだからどう、まあ、暮らしていくかどう飼っていくかっていうことにもよるし、あの海外だとね子育てするんだよこの犬種。だって海外のビデオで、うん、今度逆にね、うん、もう極端にさいろんなの見たんだけど、うん、赤ちゃんをもう溺愛してさ、そう大丈夫食べちゃわないのと思ったけど、うん、もう溺愛だからね。先入観ってすごくやっぱり、うん、あの正しい情報を得るにとってもね邪魔な時があって、うんうん、確かにそういう側面もあるんだけれど、そうじゃない子もねちゃんと正しい例えば繁殖と正しい飼育環境によってはそういう子もきちんと育てることができるし、うん、むしろ本当にパートナー犬としては優秀だっていう人もいるの、うんうん、だから一面だけじゃなくてやっぱりいろいろ多面的に見ないといけないっていうことと、あとはやっぱりその国その国で法律があるので、さっきのねあのお外でさビール飲んじゃいけない国があるって私初めて知ったの。アメリカだったってことか、ね、びっくりしたよね、うん、びっくりよね。だからそういうことがあるのでその国にやっぱり合わせたね、うんうん、本当にあの飼い方暮らし方とか大事よ ね、うん、で忘れちゃいけないのはさっきも言ったけど力強くたくましい闘犬だって言ってんだから、うん、で身体能力って犬ってね、うん、みんながあのこのぐらい大丈夫だろうとかさここまで柵があるんだから大丈夫だろうって思うでしょ。ダメダメ全然違うからね。昨日の夕方もね事件があったんですよ、うん、道なの落ちてね、うん、電話をしてたらゆで玉を盗んだね盗み食いをした一頭がいてね電話の途中であーってわけはいつものまたーだと思ってダメですよって言ったらゆで卵を半分取られちゃったのいつもは、ね、夕飯のポテトサラダに入れる予定だったのいつもはね絶対にあの入らない柵なのね。でもね、うん、その子ね卵好きなのよすごく。で卵もねあげるあげないって賛否両論あるんですよ。あの面白い話、うん、そーっとやってたらさふってやったらさ卵がうっと3個ね奥に行っちゃってねふーって泣いたのをお母さんは見つけたのね食べた瞬間分かんなかったのそうそう食べた瞬間分かんなかったんだけどおいちにおいちにってやっててあの向こうに飛んじゃった卵に向こう行っちゃった向こう行っちゃったって言ってる。欲を出したからバレちゃったってそうですねやれやれっていうねおとぎ話みたいな話ですけど、ね、そこだって普段は届かないんだから、うんね、だけど卵っていうものすごくその子の刺激をあのねあげるものがあったんですね。そうそう欲求を刺激するものがあった時には、うん、いつもの例えばさ限界を超えたりとか、あとはこう前に言ったかな、あのうちのフランちゃんが雷鳴ってる時に120センチか130センチかの柵を飛び越えちゃったんだから直上ジャンプで。直上ジャンプ上層なし、上層なし嘘ね。だでもそういうやっぱり身体能力を犬はね動物だから持っているので、だから私、まあ、大体さ、うん、あの牙でさ、うん、噛まないんだからね。そう犬はねここでもよく言うけど、うん、噛まないって自分で決めて噛まないから ね。そう噛もうと思ったらいくらでも噛めるし、ね、人のことだって襲えるし、本能に欲求に基づいて行動すればそういうものになるんだけど、ね、人には暴力振るわない、うん、乱暴にしない、うん、攻撃しないって、うん、ね決めて生きてるわけだよ ね。だからそこをやっぱり守ってあげる環境が必要だし、人間だよね、うん、暮らし方が必要、わざわざうえってムキムキさせる必要ないし、いらないじゃない人との暮らしの中に、ね、うん、だけど卵を食べられないようにちゃんとやっぱり犬の能力はねそう果てしないよっていうことをちゃんと肝に銘じてキッチンには柵をしましょうとかね普段おかしいんだよ届かないとこなのにさ、そう、ね、もうダメなんだからもう冷蔵庫入れちゃうんだからバタンって最初から入れとけやそうそうそう本当にさもうねあの大体いたずらするんですよって飼い主さん言ってることは大体人の不注意だからやっときなさいよって蓋閉めときなさいよ柵しときなさいよってわざわざ言った一応ほらお母ちゃんその場でプンプンしてるから私は代わりにその子の気持ちをねだって卵がそこにあったんだもんとかさだって美味しかったんだもんとかその通りっつって母ちゃん悪かったねって言って刺激させちゃって悪かったって言いながらねそうなんですよ。
だからそうしないようにしっかり管理して暮らしていただきたいなと思う犬種の一つですね、うん、まあ、日本ではちょっと少ないので数もね、うん、みんな散歩してるのとか見ないよ ね、まあ、ね、だからこの道の、ね、専門家の人もいるので、うん、そういう方々にいろいろアドバイスいただいたりした方がいいかもしれないですね。子犬見てみたいね。可愛 いですよ、うん、可愛い、見たことある、うん、1歳とか2歳ぐらいまでは本当可愛いんですよ。で、ある時突然なんかだんだんブーが出てくるの、なんかね、怪獣みたいになるんですよね。不思議ですよね。 めくれてっちゃうね。一回保護した話したじゃん。いや、そんな誤解を招くから愛好家の方もいらっしゃるんだからでもあの保護した子をね、うん、譲渡お願いしにあるその団体に、専門の保護団体があったから、うん、あ、その時だ。そう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 、ブルテリアだったのよ、じゃないよ、ブルテリアじゃないよ、ね、ピットブルだったのよって言ってた。そうそうそう。で、そのお話を聞きに行った時には、いや、譲渡できない子たちが 見てきますかって言われて、行きますなんて言って見せていただいたんだけど、360度周りが柵なんだけどね、動物園みたいに、そう、檻みたいになってて、もうね、私そこの真ん中でこうやってぐるーって犬たちを見てたんだけど、あのカポネちゃんがこんなになっちゃうのかなって思うぐらい、ものすごい激しい、なんか、なんだお前、誰が誰だみたいな、みんなが道だの見てたの。そう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 360度から一点集中でガシャーン、バコーンって言いながら、へー、怖いさすがの道だね。いや、だからよく車でね、お利口さん来て、来ましたねって言われて、うん、全然平気でした、クレートもちゃんとお利口に入ってました、あ、まだ1歳ぐらいだからね、なんつって、これからこうなるだからまあ大人になったら変わったりする子もいるんじゃないの。うそういうこともちゃんと知って迎えていかないとね。卵じゃ済まないですよ、本当、ね、ええ、今日はそんなちえちゃんのリクエストもリクエストな指差し指差しね、呼ばれちゃったね。アメリカンピットブルテリアのお話をさせていただきました。ママ物語でした。キリンヒストリー、ノスタルジックな曲をかけながらキリンを紐解く、いかに本物の天然であったのか歴史が明らかになる時間でございます。昨日ちょっと今ワンちゃんゆで卵事件のあれじゃないけどちょっといろんなこと話しててね、うん、まあ、その時に話してたことなんだけど、環境がまあ自分を作っていくじゃない。で、本当に私さっきもデンタ君がうちの父のね、アルバムを LP を持っていろんな歴史を話してくれるコーナーをやったんですけど、本当に私は、まあ、父がミュージシャンだったこともあるし、母もそういう芸能方面の人だったこともあるので、遊びに行く場所だったりとかそういうのがもう本当にジャズマンの人たちがいっぱいいて、楽屋だったり舞台裏だったりとか、うん、で普通にちょっと昔のジャズマンの人たちっておしゃれで、なんかちょっと後から思えばその人たちしか見てないから後でちょっとダンスの仕事をするときにそうじゃないミュージシャンの人だったりとかいろんな分野の人見るじゃない。そうするとジャズマンの人たちってやっぱりちょっとエレガントだったのね。キラキラしてましたよね。本当にもうちょっと違いましたよ、世界が。海外の人たちと結構、うん、関わることが多くて、なんていうのかな、パーティーに呼ばれたりとか、うん、そうですね、我が家でパーティーを開くってことはなかったけど、ファミリーで来てくれだったりとかさ、でお呼ばれしていくわけよ。で本当に有名なピアノの方がね、うん、そこでお家に呼ばれて、もちろんお家にグランドピアノがあって、子供にしてみりゃさ本当にただの酔っ払ってるおじさんなんだけど普段おじさんだからねでもみんなすごく崇拝していて、でまあもちろんでね、ファンの人たちもすごくコアな人たちがいて、ファンの人たちがパーティーを開いてくれて、ミュージシャンの人たちみんな呼ぶわけよ。なるほどね。家族で来てくださいって言って、子供たちは子供たちで遊んだりしてんだけど、そうふーっとそのピアノの方がね
パーッとピアノ弾き出すわけよ。いやちょっとみんなパーッと周りに寄ってさ、私たち見えないからこう子供だから、ね、見えない誰が弾いてさっき酔っ払ってたおじさんだとか思いながらね、でみんなイエーとか始まるわけよ。なんだかみんな楽器持ってる人とかがいてさ、とか例えば何でもないとこをこう叩き出したりとか、そうするとシンガーじゃなくてもやっぱりジャズが大好きな人がもうファンの代表の人が歌い出したりとか、すぐ誰かと誰かが踊り出すからね。私なんか関係ないのでおじちゃまに乗せられて、本当に足に乗せられてくるくる回ったりとか、なんかそんなことが割としょっちゅうあったの。うらやましい本当にあの時代をねたっぷり見てきたのにね。で、みちなはそういう環境にはいなかったけど、ジャズが大好きで、本当にいっぱい聴いたりとか、あのライブとか行ったりしてたでしょ。山ほど CD もありますよ本当に、ね、もうただその昔の本当にあの日本にジャズが入ってきた時代の、うん、もうビッグバンドキラキラダンスホールで演奏したりなんていう時代を、うん、私は知らないから、うん、まあ私も知らないんだよ、うん、子供だからそんなダンスホールは行かないし、だけどその人たちが家に来たりそこに行ったりっていうところでこう、うん、空気感はね、空気感、そうそうそう、ね、空気感ね、だから、うん、体に入ってるものは、まあ、ジャズだったりその空気感で判断してるから全てね、そうね、なんか違うだったり、うん、あこれはそうそうそうこんな感じとかってね、素敵でしたよ本当に。今から思えばもっと味わっとけばよかったって思うけど子供時代って分からん世界だからね。そうですよね、まあ、いいおじさまたちだったりすごいなって舞台に乗ったらもう素晴らしい曲が流れるからね、すごいなと思ったけど、で母の方に行けばほら SKD にいたので、毎年家族先輩たちが後輩の舞台を見る日っていうのが桜会っていうのがあってさ、それは子供たちが行くわけよ。大変やね、みんな後輩たちもみんな大先輩たちが来るからど緊張でさ、いっぺんにいらっしゃるんだもんね。うわーやだー緊張する。で楽屋とかも連れてってくれるわけ、そうするともう何期のなのうちクジャクテルっていう名前だったのに、あクジャクさんの娘さんって言って全然楽屋とかうわー綺麗とか言うんだけど、でそのうちねすごく好きな人ができちゃって、もうだから母たちにしてみたらもう下の下の方のねなんだけど、だけどほら大先輩の娘だからもう特別扱いになっちゃってさ面白かったよ。もう大好きなものがいっぱいあったんでしょうね、うん、そこの世界にはね。そう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 、もう、ね、自分で選べるっていうなんか立場でねいたから生まれたからね。うらやましい。好きなものは好き興味ないものはシーランペっていうシーランペそんなだったなっていうのを、ね、その時は分からないんだけど、今になってああそういう環境で育ったんだなって、こうやって周りで羨ましいっていう人もいっぱいいるし、そうなんだと思う、ね、そうね、そうだよね、うん、当たり前なんかじゃ全然ないもん、そんなヒストリーで。だからごめんなさい、スカーフが落ちても拾ってくれるの待ってるのごめんなさい。もう、ね、言いつけようと思ってましたさっきみんなに、今待ってるでしょって言われたけど、拾わないんだなと思って、なんかなんで立ってんだろうと思ったらなんか拾あこれ拾わないんだなと思って、拾おうとしてるのが見えちゃったから待ったの、本当かそれはもう違う癖づいてるの、あ、うん、本当にそんな教育されちゃったんだけど、自分から言って着るんじゃないとか、やってくれる時はしてもらえってもう怒られてたからいいんですよ、面白いから身についちゃって面白いから全く拾わないよって言って、ね、落としてみるそう落としてみるほれそんなヒストリーでした今日も大笑い、はい、シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、知っておけば対処もできる、慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK ですよ。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、5月の27日からのね1週間の週ですね、
はい、勝ち伏せのエレメントグループ分けでお届けいたします。まずは日のグループです。情熱の星座、お羊座、獅子座、伊手座。はい、違う、うん。ね、はい、日のグループはですね、なんだろうな、やる気がすごく充満してる感じ。へー、うん、でだけど、出来上がってはいないので、もっともっと自分に制限かけないで、うん、進んだ方がいいですね、うんうん、鼻の下を伸ばしてるわけ、ね、そう制限かけちゃダメだよ、まだいけるから、うん、頑張りましょう、うん、はい、続きまして地のグループです。安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座。せっかく楽しそうです。あ、そうですか、ええ、よかった。あ、以上以上。私以外もいますけど大丈夫ですか？一定集中。はい、じゃあ地のグループさん、よかったですね、楽しみましょう。続きまして風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水瓶座。ちょっと ここはさっき千葉こうイケイケって感じの、こうみんなで、楽しむって感じで、こっちはね、うん、しっとりとこう味わうみたいな感じの嬉しい週、噛み締め、うん、いいですね、いいんですね。いいんでしょ、うん、家庭安泰みたいな、まあ、みんなとこうまったりふんわりとかっていう、そういう喜び、こちらはこううわーって感じ。好対照ですけどね。そうだね、はい、うん、楽しみましょう。でもね、はい、最後は水のグループです。感情の星座、カニ座、サソリ座、魚座。ね、うん、いらっしゃる、うん、あ、テラスの、ね、はい、うーん、いやだこの間が、うんが来てます、うんが。例えば何かを自分がやろうとしていることを先に先輩だったりとか、やったことある人だったり、やったことある人の書いたものだったりとかで知識をもらったりとか、自分一人で決めないでやったり考えたりしたらいいと思う。うん、自分で考えて やるよりは、まあ、一緒にできるなら一緒にだし、まあ、本を読むこともその人 の, うん、やり方だったりね、共有するので、全てのことをそういうふうにしたらいいしだそうです。参考にしてくださいね。はい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。さあ、クリスタルからの素敵情報が誰かの心に届きますように。毎日がロマン飛行、未来へのバトン、みんなが夢の途中。毎週金曜日10時からの2時間、クリスタルイズム。次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス。今日はどんな曲が流れるのでしょうか、楽しみです。今日も盛りたくさんでした ね, ね、本当に1週目3週目と2週目4週目の方々って、ちょっとカラーが違っててね、本当にそれがすごく極端に言うと、1、3の方々は割と元気、うん、で、2、4の方はこう割とこう落ち着いた方々なんだけど、うんうん、すごく個性が光ってきたよね。出てきました ね面白いです ね, こういうのね。いつもの本当にコンシェルジュの方々、コーナーの方々はすごく成長が早いよね、うん、やっぱり大勢の人たちのを見てるからだろうね。そうだと思います、ね、うん、やっぱり人のね様子を見るのが一番勉強になるから、本当そう、いいものは取り入れればいいし、で前より本当にスタート時がなんか全然違うのね。ああ、そうですね、うん、素晴らしいことですよね。覚悟も決まってるし、うん、ね、うん、まあ、一人ちょっと悩んでる人もいたけど、うん、後でお茶飲みながら話せば解決するから大丈夫。そうですね。さあ、泣いたり笑ったり困ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部素敵な人生のスパイス、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け。音楽と言葉の魔法があなたの人生のお供をします。クリスタルイズム、合言葉はお互い様にありがとう。また来週お会いしましょう。